こんにちは、ビーーートルルズワールドニュースです今日はウィングスの元バンドメンバーのデニー・レインが急病となり、クラウドファンディングを開始したとのニュースです。ムーディ・ブルースとポール・マッカートニーのウィングスの元メンバー、デニー・レインが10秒となり、彼の妻、エリザベスは10万ドルを集めるために、GoFundMe でクラウドファンディングのページを立ち上げた。エリザベスのの説明によるとこの2ヶ月間 彼は肺の病気で入体院を繰り返ししていました現在も複数の検査、X 線検査、スキャンを継続中で、直近では肺が潰れたため、肺が治るまで一時的に必要な胸部チューブを挿入する手術を3回受けました。最近、血液中の細菌感染症にかかり、まだ闘病中ですが、コントロール下にあるようです。デニー・レインは60年代にムーディ・ブルースで活動を始め、GoNow という大ヒット曲を出した。 1972年、彼はポールとリンダ・マッカートニーのウィングスに加入。特に、バンド・オン・ザ・ランデは70年代を通してグループに欠かせない存在だった。大ヒット曲、夢の旅人を含む数曲をマッカートニーと共作した。デニーがなぜ印税から十分なお金を得ていないのか、あるいはメディケアに加入していないのかは不明だ。音楽業界のリソースや関心を 音楽コミュニティにおける健全性や福祉に対して直接的に影響を与える人的支援上の問題点に集めることを目的としているミュージケアーズが介入してくれることを期待したい。よっぽどのことがない限り、GoFundMe のページを立ち上げる人はいない。エリザベスはこう付け加えた。医師は医学的に回復すれば、数週間の身体的、作業的リハビリが必要だと説明しています。デニーは医療保険に入っていません。 病院はこの問題に関して私たちと協力してくれていますが、複数の検査や専門医のいるリハビリセンターはそうではありません。デニーに必要な医療と回復のための時間を確保するため、経済的な援助をお願いしたいのです。この間、彼が治療に専念することが重要です。私たちの目標は、10月29日の誕生日に間に合うようにジクシーデニーを家に連れて帰ることです。彼はまたギターを弾けるようになりたいと思っている。 このような状況ですがウィングスで名声を得たデニー・レインが金銭的に苦慮していることについて誰しも疑問に思うことですがその事情について説明しておきます1970年代後半ポール・マッカートニーとウィングスは特にアメリカで圧倒的な音楽力を誇り大きなコンサートホールやアリーナで演奏していたデニー・レインはこれらのコンサートから大金を稼ぎ 自分の曲やポールとの共作が注目度の高いアルバムに収録されることで利益を得ていた。1977年、リンダ・マッカートニーが息子ジェームスを妊娠した。娘ステラの出産の際、リンダは出産中に死にかけたため、ポールは同じことを繰り返さないよう。ウィングスの活動を一部休止し、ツアーは中止したが、後にロンドンタウンとしてリリースされたアルバム、ウォーター・ウィングスをレコーディングした。このセッションは、 ギタリストのジミー・マッカロックとドラマーのジョー・イングリッシュが共に辞め、バージン諸島で豪華ヨットをチャーターする一方で、薬物摂取が前面に出た混沌としたものだった。ウィングスがアルバムを完成させるためにイギリスに戻ると、デニー・レインは前面の収入に応じた所得税を支払うことになった。デニーはこの状態が数年間も続いたため、自分が所有していたものを税務署に支払う余裕がなかったのだ。1979年。 デニーは新しいウィングスのラインアップと11月のイギリスツアー、1980年の日本・アメリカツアーに駆り出された。1980年1月、ウィングスはデニーが税金を生産するのに十分なほど有利な一連のコンサートのために日本に飛んだ。デニーにとって不運だったのは、ポールが7.7オンスの大麻を国内に持ち込んだとして逮捕され、7年の懲役刑に直面したことだった。結局日本政府は圧力に屈し これにより、近々予定されていたツアーが終了しただけでなく、ウィングスの解散が決定し、デニーは特にポールの愚かさについて声を荒げた。デニーの税金はまだ未払いだったため、彼はポールに、金を貸してくれるよう頼むしかなかった。しかし、これは無利子の融資ではなく、デニーはポールの弁護士と取引することになり、彼らは融資を担保にするよう要求してきた。デニーの唯一の選択肢は、 金を返さなければ全てを失うことを承知の上で保証人として自分の曲を差し出すことだったデニーはポールに10万ドルで夢の旅人の曲の権利を売った大金だったがおそらくその価値よりずっと低かっただろう当初このことでポールとリンダとのコラボレーションが終わることはなかったが代わりにジョン・レノンが亡くなりかつてのビートルズは打ちのめされたジョージ・ハリスンの曲過ぎ去りし日々を手掛け ポールとリンダとモントセラトのエアスタジオに参加したにもかかわらず、デニーはローンの延長を得ることができず、最も収益性の高い曲、夢の旅人を含むすべての曲を失った。さらに悪いことに、デニーはポールとリンダのお点を載せたいだけの三子に記事を打った。実際、彼が言った最悪の言葉は、スコットランドの彼の農場中に犬のクソが散乱しているということだった。その記事のことで、リンダが亡くなるまで彼は一切連絡を取らなかった。 リンダの死によってリングスの再結成はありえないとポールは後に語っているしかしリンダが亡くなるとデニーから連絡があり和解したようだなお80年後半から81年前半にかけてデニーはタック・オブ・オーのセッションに貢献しています実際デニーはそのアルバムの6曲に参加していますしかし彼の経済的な問題十分な給料をもらっていないことツアーをしていないこと そして、将来何が起こるかわからないことへの不満が、ポールに対する怒りを引き起こしました。そしてデニーは81年4月にウィングスを辞めると発表しました。ポールは82年にバンドの終了を公式に発表しました。以上、ウィングスの元バンドメンバーのデニー・レインが休業となり、クラウドファンディングを開始したとのニュースでした。さまざまなことが入り込んだ内容になってしまいましたが、まずはデニー・レインの回復を願うばかりです。 今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただき誠にありがとうございますこれからもウィングスの懐かしい話ポールマッカートニーの秘めた話などをお送りいたしますのでチャンネル登録をしてビートルズワールドニュースをご覧になっていただけますようによろしくお願いいたします